DCON の審査では高専生が発表したビジネスプランについて実際のベンチャー企業を評価するときと同じ基準で企業評価額を協議します。企業評価額とは企業の価値を評価する指標です。投資をすると判断した審査員が VC、ベンチャーキャピタリストとしてチームが企業だと想定した場合の価値、バリエーションを計算。売上や利益の見込みに加えて事業の意義、市場の大きさ、経営者の思いや資質、スタッフの能力などを検討し企業評価額が決まります。同時にそのビジネスにいくら投資をするべきか協議します。 DCON の最終順位は企業評価額で決まります。ただし企業評価額が同じ場合に限り投資額で決定します。企業経営においてですね、企業評価額が大切っていう理由をぜひ教えていただきたいんですが。そうですね、特にスタートアップにおいてはその投資を受けるという観点でこの評価額っていうのは非常に重要でして、はい、自分たちの事業がどのぐらいの可能性があるかということを端的に示します、はい、でここにですねちょっと図を書いてありますけども、はい、これ何かっていうとですね、最初例えば30万円でですね会社作りましたと、はい、でその時の、まあ、会社の価値っていうのは要するに30万円なんですね。なんですけれども、そこでまあいろんなですね、トライアルをやって、まあ今回DCONで、プレゼンしていただいたようなものを作って、でそれをですね、VC に持っていくとですね、評価をしていただくわけですけれども、これも段階がありまして、で、会社を作ってまずはですね、例えば身近にいる人の中で支援者を募る、そういう中でですね、この企業評価額、例えば5000万円で少しだけお金を出していただくということをやりますし、その後シード投資と言いまして、まだ事業性そんなにはっきり見えないんだけども投資を、もらうということもあります。で、大体ですね、この DCON レベル高いんで、はい、いきなりシリーズ A ぐらいのですね、話になってるんですけれども、はい、まあ、例えば何億円、まあ、5億円だとするとですね、5億円の、評価されたということは株の 10% をですね、新たに発行すると、まあ5000万円ぐらいですね。これプレとポストってちょっといろいろ難しい話はあるんですが、まあ、大体5000万円ぐらいですね、もらえると。でこのお金を使ってまた事業を発展させていって、で次の段階でまた VC のところに行くと今度20億円というふうに言われて、でそうするとですね、今度また株をですね 10% 発行すると2億円の現金が得られるということでですね、まあ、どん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 この資金調達をしながら事業を拡大していくという、まあ、こういう、まあ、仕組みなんですね。である程度以上規模が大きくなったところで、この上場基準というのを満たして、まあ、上場したいというふうに思うとですね、これ上場して、でこの株はですね、一般の投資家の方、個人投資家含めてですね、買えるようになると。なんで証券会社で、まあね、値段がつくようなですね、そういう話になるわけですね。で例えばその上場した場合のですね、企業価値が、まあ、200億円だとしましょうと、はい、でその会社はですね、1億株発行しているとするとですね、株価が200円だとすると200円かける1億株で200億円の価値ということになるわけですね。で株価が上がっていきますと、まあ、毎日日経平均がどうだと言ってますけども、まあ、事業が成長していくとこの株価が上がっていきます。200円が1000円になり、そうすると株会社の価値は1000億円ですね。で1万円になり、そうすると1兆円です。で10万円になり、で200万円になるとですね、会社の、評価額はですね200兆円になると。200兆円というのはですね、まあ、要するに Google とか Amazon とか Apple とかですね、こういう、もう GAFAM と呼ばれるような世界トップの企業にたどり着くということなんですね。なるほど。でなのでこの高専生はですね、基本左下から始めて、まあ、昨年の大会でいうとシリーズ A あたりまで来ているわけです。でこれをですね、どん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 右に行ってですね、まあ、ぜひ右端まで行っていただきたいと。いずれにしてもですね、いいですね、この評価額ってのあるんですけれども、まあ、最後売上利益をですね、作らないといけなくて、でまだ当然売上ないんだけども、評価額がついて投資をいただけるわけですけれども、最後やっぱり売上利益を実現していかないといけないということなんです。でこれいい話のようにばっかり聞こえるんですけども、うまくいかなかったらどうなるのと。
もちろんスタートアップ厳しいんでうまくいく場合だけとは限りませんが、ところがですね、そもそも、最初30万円出資しますよね、創業者の人だけど、基本的にその株式会社ってその出資の範囲内で責任を取るっていうことですので、自分が例えば個人保証のですね借金とかしない限りは、要するに普通にちゃんと経営している限りはですね、これうまくいかなくても、ごめんなさいということで、出資者の方に出資の範囲内で、損害が出てそれで終わりということなんですね。でもう一つ重要なのは、このたとえ起業して失敗したとしても今キャリア上のですね傷にならないと、むしろプラスになるということでして、大企業でもどこでも1回でも起業した経験がある人っていうのは、ね、すごく求められてるんですね。そういう意味でもですね、ぜひこの起業にチャレンジしてもらって、うまくいってもいかなくてもいいですから、ぜひ挑戦してほしいというふうに思っています。